皆さんこんにちは。今回の動画ではゆっくり解説形式やショート動画の作成に対応した10秒程度で約1分の音声解説動画を生成できる AI ツールノーラング 2.0 中国の AI 企業クアイショウテクノロジーが公開した動画生成 AI ツールクリングアニメ動画生成 AI ツールライブポートレート高品質画像生成 AI ツールカラーズなどここ1週間の間にリリースされた最新の AI ツールの概要と使い方を紹介し中国が生成 AI の特許出願数でダントツの世界1位庵野隆弘氏が AI 庵野をオープンソース化など AI 関連の最新ニュースをお届けします。それではよろしくお願いします。まずはノーラング 2.0 の紹介です。テキストで指示した内容や日本語や英語や中国語のウェブページを10秒程度で約1分の日本語音声解説動画に変換してくれる AI ツールノーラングですが、ゆっくり解説形式の動画生成縦長ショート動画の作成に対応した最新版ノーラング 2.0 が公開されました。ノーラングはウェブアプリ版と Chrome 拡張版が用意されていて、ウェブアプリ版のノーラングに関しては、ツールトップページ上部のログインボタンから Google アカウントでログインすれば利用でき、新たに実装されたゆっくり解説機能は、ログイン後の画面上部の動画設定ボタンを押して出てきたポップアップ画面の一般の部分で対話モードをオンにして、プロンプトの部分で対話プロンプトを設定し、アバターの部分でアバターとボイスを設定すればリップシンクするアバターも利用できます。ズンダモンと四国メタンの各種アバター設定を完了させてノーラングの画面上部のフォームに NVIDIA の人気の秘訣と入力して生成された動画がこれです。メタン、 NVIDIA ってすごく人気があるみたいなのだ。なぜなんだろうなのだ。ああ、 NVIDIA ね、グラフィックカードで有名な会社だよ。人気の秘密はいくつかあるわ。へえ、グラフィックカードを作ってるのかなのだ。他にも理由があるのだ。そうね、まず技術力が高いことが挙げられるわ。常に最先端の製品を出してるのよ。なるほど、最新技術がすごいのだな。他には何があるのだ。 AI や自動運転など幅広い分野に進出してるのも大きいわね。将来性が期待されてるのよ。へえ、いろんなことをしてるんだなのだ。ゲーム以外にも使えるのかなのだ。もちろん、データセンターや研究機関でも重宝されてるわ。性能の高さが評価されてるのよ。すごいのだ。 NVIDIA はこれからもっと人気になりそうなのだ。いかがでしょうか。ズンダモンと四国メタンがいい感じで NVIDIA について解説してくれる動画を作れました。作った動画は横長と縦長を選んでダウンロードできます。 Chrome 拡張版を使えばウェブサイトの内容を要約する解説動画を作ることもでき、ノーラングの編集画面で解説動画内の項目を編集できます。なお、ノーラングは無料プランは毎月200クレジットが付与され、解説動画を作るとクレジットが消費され、アバターを使ったり、長い動画を作ったりすると消費量が多くなりますが、より多くの解説動画を作れる有料プランも用意されています。ちなみに、2024年7月14日までの期間限定で、全ユーザーに対し200クレジットと、アバター付きの動画を作る際の消費クレジットが割引される特典が付与されます。続いては、クリングの紹介です。中国の企業、クアイショウテクノロジーは、先日発表した動画生成 AI ツールクリングのウェブアプリ版を立ち上げました。ウェブアプリ版の立ち上げのタイミングでクリングの機能が強化されたようで、クリングの公式 YouTube チャンネルによると生成できる動画の画質が上がり、最長10秒の動画を作れるようになり、カメラコントロールなどの動画編集機能が追加されたとのことです。クリングはウェブアプリ画面の右上にあるボタンからユーザー登録すると利用できるようですが、登録には中国の電話番号が必要です。
クリングの公式 X や公式 YouTube チャンネルではクリングで作られた動画がたくさん公開されていますが、現実の動画、水墨画風の動画、動物の動画、ファンタジー系の動画まで様々な種類の動画を作ることができるようで、画質は現時点で最強の動画生成 AI ツールと目される。ランウェイの Gen3α には及びませんが、今後の画質強化と多言語展開に期待です。続いてはライブポートレートの紹介です。クワイショーテクノロジーは1枚の顔画像と動きのある顔動画を組み合わせて、顔動画内の表情や頭の揺れなどを反映したアニメーション動画を生成できるオープンソースの AI ツールライブポートレートを公開しました。プロジェクトページでは写実的、油絵、彫刻などの動きのある顔動画のほか、猫や犬、パンダやぬいぐるみの顔が動いている動画も公開されていて、人間以外のさまざまなスタイルにも対応していることがわかります。ライブポートレートのソースコードは GitHub で公開されており、ハギングフェイスで無料のデモも用意されていて、デモではソースポートレートの部分に顔画像をアップロードして、ドライビングビデオの部分に動く顔動画をアップロードし、アニメートボタンを押すと顔画像をもとに顔動画の動きを反映したアニメーション動画が生成されます。これまでに公開されたオープンソースのポートレートアニメーション系のツールの中ではかなりクオリティが高いので、今後の進化に注目です。続いてはカラーズの紹介です。クワイショーテクノロジーはテキストから画像を生成できるオープンソースの AI ツールカラーズを公開しました。カラーズは高品質な画像を生成できる潜在拡散技術に基づいており、数十億のテキストと画像のペアを使用して訓練されているとのことで、中国語と英語の入力をサポートし、入力テキストの複雑な意味を正確に捉える能力に優れ、特に中国語特有のコンテンツの理解と生成において優れたパフォーマンスを発揮するとしています。カラーズのモデルデータはハギングフェイスで公開されており、ハギングフェイスで無料のデモも用意されていて、デモではプロンプトの部分に作りたい画像のイメージをテキスト入力してサブミットボタンを押すと画像が生成されます。何枚か画像を作ってみましたが、人物画像や風景画像、動物画像などかなり綺麗な画像を作ることができます。ちなみに公式サイトも用意されていて、こちらは中国の電話番号を使ってログインすると画像を作れるようです。続いてはフォーリークラフターの紹介です。無音の動画をアップロードすると動画に対応した適切な音声を生成してくれるオープンソースの AI ツールフォーリークラフターが公開されました。動画入力時に動画の説明文を付け加えることで音声生成の精度を高めることができるとしています。フォーリークラフターのソースコードは GitHub で提供されていて、無料のデモがハギングフェイスで公開されており、デモではここに動画をドロップの部分に無音の動画をアップロードし、プロンプトの部分に動画の説明文を入力してジェネレートボタンを押せば、このような感じの音付きの動画が生成されます。続いてはクレアの新機能の紹介です。AI プラットフォームのクレアは、光と色の一貫性を保ちながら画像を新しい背景画像に変換する AI 機能、シーントランスファーを無料ユーザーを含め全ユーザーに開放しました。クレアはツールトップページ右上のサインアップボタンを押して、Google アカウントなどを使ってログインすれば、ある程度無料で利用できます。シーントランスファー機能については、ログイン後のページにあるエンハンサーの部分を押した先のページで画像をアップロードし、画面の右に出てきたシーントランスファーの部分を押してアクティブにし、シーンイメージの部分に背景画像をアップロードして、シーンプロンプトの部分に背景画像の詳細をテキスト入力し、エンハンスボタンを押せば、
最初にアップロードした画像内のオブジェクトが背景画像にうまい具合に馴染んだ形の画像が出力され、作った画像はダウンロードできます。続いては、シンセシア 2.0 の紹介です。AI スタートアップのシンセシアは、同社の開発する主に企業向けの動画を作れる AI 動画制作プラットフォームの最新版、シンセシア 2.0 を公開しました。シンセシア 2.0 では、より表現力豊かなアバターを作れるようになり、動画を多言語に翻訳してくれる機能、他のメンバーと共同作業できる機能、アイデアを高品質な動画に変換してくれる機能、動画内に複数アバターを登場させることのできる機能などが実装されました。シンセシアはツールページの Get Started for Free ボタンを押した先の画面で、フリーの部分の Get Started ボタンを押し、 Google アカウントでログインして簡単なアンケートに答えていけば、ある程度無料でお試し利用できます。なお、シンセシアは今後よりリアルで多言語を話せるアバターを作ったり、より凝った動画を作れる機能を実装予定だとしています。続いては、ドリームマシーンの新機能の紹介です。ルマ AI は、テキストや画像から高品質でリアルな一貫性のある5秒の動画を生成できる AI ツール、ドリームマシーンについて、推論能力が2倍になったと発表しました。これにより、動画生成速度が著しく速くなったとのことです。ドリームマシーンはツールページのトライナウボタンを押して Google アカウントでログインすれば、月に30個無料で動画を作れます。動画の作り方としては、ログイン後のページの上部にあるフォームに作りたい動画のイメージをテキスト入力して、送信ボタンを押せば動画が生成され、画像をアップロードして画像から動画を作ることもできます。何度か試しましたが、以前よりも動画生成速度が速くなった気がします。なお、ドリームマシーンの使い方については、このチャンネルの別動画で解説しているので、興味のある方はそちらの動画をご覧ください。続いては、エウレカの紹介です。医療系の AI プラットフォームを提供するエウレカヘルスは、検査の指示や実際の医療ケアを提供できるとする世界初の AI ドクターエウレカを発表しました。エウレカは甲状腺や糖尿病などの内分泌疾患に特化したサービスで、すでに米国で甲状腺の病気の患者にサービスを提供しており、米国の平均的な医療サービスの90倍早く対応できるとしています。エウレカはエウレカヘルスのウェブサイトで無料で利用でき、ウェブサイトの上部にある Get Started ボタンを押し、パーソナリティデータを入力していくと診断結果が出力されます。SNS 上では好評な声も多く、将来的に日本でも同様のサービスがリリースされる日が来そうです。続いては、ペルソナハブの紹介です。テンセントの研究者らは、大規模言語モデルのトレーニングに使用するために、ウェブ上のデータから自動的に収集されたペルソナのコレクション、ペルソナハブを発表しました。ペルソナというのは人格のことで、ペルソナハブには世界の総人口の約 13% に相当する10億のペルソナが収録されており、ハギングフェイスでモデルデータが提供されています。ペルソナハブはLLM のトレーニングデータの多様性を向上させるために広く応用可能であり、教育、ゲーム開発、論理問題の作成、ユーザーの入力するプロンプトの生成など、さまざまな分野で利用できる可能性があるとされています。ここからは今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは、中国が生成 AI の特許出願数でダントツの世界1位の話題です。国連の世界知的所有権機関が公表した最新データによると、中国はチャットボットなどの生成 AI 技術の開発で他国を大きくリードしており、中国の生成 AI 関連の特許申請件数は、
2014年から2023年までに3万8000件を超えましたが、これは2位の米国の6276件の約6倍に達しているとのことです。なお、米国以下には韓国が3位、日本が4位、インドが5位につけていて、内訳としては画像や動画関連のものが一番多いようです。ちなみに、生成 AI 関連の特許申請件数の最も多い企業は中国のテンセントとなっています。続いては、庵野貴博氏が AI 庵野をオープンソース化の話題です。7月7日に開催された東京都知事選に出馬した AI エンジニアで SF 作家の庵野貴博氏は、自身の政策を学習した AI システム、AI 庵野を活用して選挙戦を展開しました。このシステムは YouTube や電話で質疑応答を行い、選挙期間中には庵野氏のアバターがライブ配信を実施しました。庵野氏は AI 庵野などの AI システムのオープンソース化を発表しており、ノートでは庵野貴博チームの技術担当の方が AI 庵野における扁桃生成技術の詳細などを公開しています。庵野氏は残念ながら今回の都知事選には敗れましたが、自身の X で、まだまだ庵野貴博の挑戦は続きます。と締めくくり、今後の活動に意欲を示しました。続いては、経済産業省が生成 AI 利活用ガイドブックを公開の話題です。7月5日、経済産業省は、ゲーム、アニメ、広告などの各コンテンツ産業における生成 AI の活用方法を示す。コンテンツ制作のための生成 AI 利活用ガイドブックを公開しました。このガイドブックは、サイバーエージェントや伊藤園などの日本国内の実際の生成 AI 活用事例や、生成 AI の利用に関する法的問題点をまとめた約60ページの PDF 資料で、誰でもダウンロードして読むことができます。カラーで非常に読みやすい資料になっているので、気になった方はぜひ目を通してみてください。続いては、中国で GPT-4o と同等レベルの LLM が発表の話題です。7月上旬に、中国の上海で行われた世界人工知能会議で、AI 企業のセンスタイムは、同社の大規模言語モデルの最新版、センスノバ 5.5 を発表しました。センスタイムのニュースリリースによれば、センスノバ 5.5 は、オープン AI の最新 LLM、GPT-4o とほぼ同等の性能を誇るとしており、同時に発表されたマルチモーダルモデルのセンスノバ 5o は、音声、テキスト、画像、動画を処理できるとしています。まだ発表されたばかりで実際に触っていないので何とも言えませんが、今後の進捗に期待です。続いては、スタビリティ AI がステーブルディフュージョン3ミディアムのライセンスを改定の話題です。スタビリティ AI が6月にリリースした画像生成 AI、ステーブルディフュージョン3ミディアムについては、以前は無料で利用できていたものの一部が有料になった件に対して、コミュニティから不満の声が出ていましたが、スタビリティ AI はこれを受け、7月6日、新たなライセンスを発表しました。それによると、ステーブルディフュージョン3ミディアムに関しては、非商用利用は引き続き無料で、年間収益が100万ドル未満の個人や小規模ビジネスでも無料で商用利用が可能となりました。なお、年間収益が100万ドルを超える場合は、スタビリティ AI と有料のエンタープライズライセンス契約を結ぶ必要があるとのことです。続いては、サムスン電子が AI 半導体需要で決算好調の話題です。韓国のサムスン電子は、2024年4月から6月期の決算を発表しました。売上高は日本円で約8兆6400億円。営業利益は前年同期比で15倍の、日本円で約1兆2100億円となり、市場の予想を大きく上回りました。サムスン電子側から具体的な理由は公表されていませんが、韓国メディアによると、今回の決算の好調は、
AI 市場の拡大に伴う半導体需要の拡大と半導体の価格の上昇が主な要因とされています。続いては、オープン AI のシステムにハッカーが侵入の話題です。ニューヨークタイムズが報じたところによると、2023年初めに、ハッカーがオープン AI 内部のメッセージングシステムに侵入し、同社の AI 技術の設計情報を盗んだことが明らかになったとのことです。ハッカーは、従業員が最新技術について議論していたオンラインフォーラムから情報を抜き取りましたが、AI の開発システムにはアクセスできなかったようで、顧客やパートナーの情報は盗まれていないので、幹部らはこのニュースを公表しないことに決めたとのことでした。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは、動画の概要欄に貼っています。AI ツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。